オタク狩りとは、いわゆるオタクに対して、有形内視無形の力を行使することであり、以下の二つの意味が存在する。オタクを標的とした、強盗、強括行為警察官がオタクに対して集中的に行う、職務質問類言語として、やおい、ボーイズラブを好む女性オタクを対象としたナンパや、ストーキング、暴行などの迷惑行為を、不女し狩りと呼ぶことがある。また、 特にコミックマーケットの参加者を対象とした強盗・恐喝行為はコミケ狩りと呼ばれる。オタクを対象とした強盗・恐喝行為のこと。金銭を持って買い物にやってくるオタクを対象とするので確実に金を取れるオタクは暴力に弱いと思われていることから加害者側としてはノーリスク・ハイリターンと考えられており、親父狩りに代わって横行するようになった。 また、前述のように加害者側は、ホームレス狩り同様の、汚くて臭いオタクを退治するという意識、理由付けで正当化して襲撃しているので、違法行為を犯しているという意識が欠如し、逮捕されても全く反省しない者もいるという。他、オタクが多数訪れるエリアに出店している店舗、自身が、来店者に対し、強括的手段で品物を買わせた事例もある。 このような行為に対抗するために、ご信用として刃物を持ち歩く場合があるが、これは、重法と権類所持等取締法に違反する恐れがあり、秋葉原周辺での重刀法違反の急増も報道されている。警視庁の生活環境課と地域指導課は、ウェブサイト、刃物の話にて、イラストを使ったやや子供向けの説明を行っている。ここで、警視庁は、 例示した電気街に新作のゲームソフトを買いに行く相談をしている少年たちの会話の中で強盗行為としてのオタク狩りに言及しているさらに少年たちの会話は続き正当な理由もなしにカッターナイフを持ち歩くのは銃刀法や軽犯罪法に違反するため警察による取り締まりの対象になると解説されているこの点は 事実に示す意味合いでのオタク狩りとも関係している。秋葉原における所持品検査の様子。警察官がオタク風の若者のみに集中的に職務質問を行い、微罪によって任意出頭を求め、場合によっては逮捕ないし連行する事象を含めることもある。週刊 SPA においては、秋葉原などにおいて警察官が検挙率や点数を稼ぐため、 無抵抗で弱そうなオタクを選んで職務質問を行いカッターナイフなどの所持を理由に任意出頭させる事例をオタク狩りと呼んでいる任意とは言うものの警察官には質問を継続するためにある程度の行為が許されており無理に職務質問を拒否してその場を去ろうものなら転び工房などで公務執行妨害の現行犯として逮捕するケースすらあり得るため 実質的にはほぼ強制となっている。そして、職務質問を受ければ、ほとんどの場合何らかの口実を作られて、任意出頭を求められることになる。カッターナイフや、その他の鋭利な工具の所持については、軽犯罪法1条2項に定触する場合があるが、刑事訴訟法199条1項の規定により、原則として、それを理由に逮捕することはできない。また、 開墾や運送などの作業で必要があって所持する場合も正当な理由に該当するため逮捕することはできない。また、催涙スプレー、スタンガンなどを所持するのも同じく任意出頭させられる原因となるため有用な護身術が制限される問題もある。中には、本富士警察署のようにオタク狩り行為を目的として管轄外の地域へ出向いてまで巡回を行う。 警察署も存在する。不当を逮捕問題に取り組んでいる救援連絡センターの渡辺幸之助の見解によると、こうした傾向は竹花豊が東京都副知事に就任した2003年頃、竹花の意向によって職務質問による検挙ノルマが増えたことに関係しているとのことである。こうした事情が前述したような間違った正義感と結びついて警官による お宅狩りが発生したのではないかと指摘されている。なお、このような職務質問については、書類送検されたが、不起訴となった当人から、2010年3月に、提訴された結果、2013年5月、当人に異常な行動が見られない限り法との、判例が、東京地方裁判所から示された、あらいあや、不助しがりに、 不助子から過激な一言、心に男性気を持つ、不助子を舐めるな、彼女たちに送る、初中意アーカイブド2011年3月21日、アットザウェイバックマシン、ライビダーニュース恐喝、ビビる、オタクを、50人から300万円に容疑者逮捕、大阪毎日新聞2009年6月10日、オタク仮にご用心全編、後編探偵ファイル恐喝容疑、 オタロードの店が福尾修理従業員逮捕アーカイブド2011年10月22日アットザウェイバックマシン毎日新聞2011年10月21日オタク狩りに対抗秋葉で銃刀法違反の摘発急増朝日新聞2007年6月5日刃物の話警視庁アーカイブド2007年6月27日アットザウェイバックマシン東京都内 文京区、じゃ、交番からで、県居立水増しの、変フライデー2004年12月17日号、週刊 SPA2005 年2月1日号、東京地裁、職務質問は違法と認定とに5万円、賠償命令共同通信秋葉原の、オタク狩りは違法。ありがとうございます。